ドカン。そうです、ドカン。ネオです、ドカン。イエーイ。ということで、はい、今日はね、はい、31を食べていきます。イエーイ。まあまあまあ、でもただ食べるんじゃ面白くないということで、英語禁止で食レポしながらタダルで食べたいと思います。もう英語どころじゃなくて日本語喋れてません。楽しく食べていくんですけど、英語禁止ということで、そこだけ気をつけて。絶対難しいと思う。絶対無理。英語使ったらスタッフさんがチリンって鳴らすんだって。そう、早速食べていきましょう。よーい、スタート。これは大丈夫だよ。これはいいです。これは大丈夫だよ、さすがに。これやばい、それも気づかなかった。じゃあ大丈夫、いきましょうかね。食べていきましょう。ドライアイスが入ってくるよ。あ、これは氷です。氷が入ってる。これは何？すくうやつ。うん、すくうやつ。喋りたくない。はい、ということで中身はね、こんな感じです。ただね、あの商品名がね、あの完全英語なん、それだけちょっとね英語で説明します、うん、はい。これがレッドベルベットケーキ味で、これがホッピングシャワー、うんうん、で、これがバーガンディチェリー、これがロッキーロード、これがマスクメロン、これがバナナ&ストロベリー、これがミニオンズ、これがコットンキャンディー。おー、え、これ大丈夫だよね、カウントされてないね。これは大丈夫、紹介はできてない。あーあー、あカウントつった。待って、私本当にダメ。じゃあ今からちゃんとねスタートして食べていきますね。そうだね。じゃあ今から始めましょうかね。まだね、食べよ、食べよ、食べましょう。何食べたい？ドライアイス。わあ、これ食べます。あのニコルンさんが CM のやつです。商品名は OK にします。あー、なんで、なんで、どれ CM って言った。じゃあこれで。何ですかそれ。そういうことする。もう定番のやついきますね。それなんて言うんですか。パチパチ。イオンだから。いただきます。食レポですからね。うん、あ、何？ほんまや。確かに。レポって？うん、うん、美味しい。相変わらず美味しい。うん、炭酸水と南国の果物が合わさって、うん、とても爽やかで美味しい。あー、あの黄色いやつですよね。そう、てかこれ食レポできんかな。できない。あー、綿菓子の味です。甘い。綿菓子の味するん。うん、ピンクはなんかの果実の味ではなく、うん、綿菓子なんかか、ピンクも。なんでたらいいの。じゃあ桃色や。桃色。どれ食べたい次。さくらんぼ。南国バナナ。うんうん。うん。ネオはこのイカモルモル。うんうん。いただきます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 。これ何？何？31。うん、まあ、これ美味しいんかなっていうのも美味しかったりする。うん、確かに挑戦です、ね。そう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 。昨日何してたんですか。そういうこと聞くか。うん、知りたいなって思う。あれ英語なんかな。あれ見てた。何ですか。名探偵。ああ。サラさんは。昨日はね、うん、お買い物した。どこで。表参道で。ニョウさん昨日何してましたか。ニョウは何してたっけ。あれです。ビビビビビビって
何の味ですか？あんまり好きじゃない。その果実自体があんまりやから。あーなるほどね。これは、桜。桜？桜フレーバーってある。終了。もうさ、もういい、もういい、もういい。結果発表をしていきたいと思います。ドゥ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 。一番あかんかった。絶対私だと思った。でもサラさんだと思った。自分じゃないと思ってたんだけど。まあ、あの罰ゲームなんですけど、うん、あの最後一人でエンディングということで、サラさんと電話かけてここで見守りたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、ということでね、今日もこちら のメル TV ご覧いただいてありがとうございました。みんな長くメル TV 見てくれてると思うんですけどね、一応あの個人チャンネルもやってます。ネオちゃんとサラさんも実は個人チャンネルあります。君の身内ネタすぎる。今日もありがとうございました。今日の動画はここまでです。明日の動画こちら。仕掛けられまして、入り待ち神対応システム。